チョウキュンデビキャンです。俺たちミッドナイトウォーズです。おまけでございます。お久しぶりさあ、今草津パーキングエリアで、はい、大阪のビヨンズ公演が終わりました、はい、で大阪に行ったということで超楽しかったんだけど、大阪のハロショに行ってきましたよ、はい、で、こちらね、コレクション系だったりをいっぱいあるね。いっぱい、あ、ここ写真ね、俺が忘れようと思ってた好きな女の人の写真とかも買ってきて、ちょっと見えないけど買ったりなんかしてねで、ここで大阪限定のなんかコレクション系というのがあるんですよ。はいはいはい、はい、あ、これファンクラブ限定のあのポラ写真みたいなの、お茶の方出ましたよ。あれね、 FCABSL ともらえるやつね。で、この3つ、ね、コレクション商品、アクリルワイヤーキーリングとコレクション缶バッジとスマホ型キーホルダー、あ、全部違うんだ。全部違うの1個ずつ買ってきました。はいはいはい。で、ラーメンもあるんだよっていうので、だからちょっとラーメンも含めて一緒に開けていきたいと思います。それでは It's Tasting Time。さあ、ということでね、ちょっともうこれから行くんじゃん、行こうか。一緒に持ってるし、コレクション缶バッジはある一定以上の金額を買うともらえるっていう。あ、そうなんだ。はい、これじゃあ買ったわけじゃなくて、なんか 6.5 大阪店 6.5 周年記念、刻むね6.5 でも嬉しいね、それでコレクション缶バッジなんか、ね、大阪店いつもなんか記念やってるやってる気がする。なんかツイッターでいつも流れてる。いつも記念やってます。じゃあどんなのが入ってるかもよく分かってないんで、よっせーの、ほい、これ誰だろう。マリンちゃん、え、マリンちゃった、リンちゃん、あ、ハサコリンちゃん、なんか名前似てるね。まあ、リンとリン、ハサコリン、かわいい。なにこれ、角みたいなの出てるわ。え、出てる、かわいい。なんかメンダコヘアっぽくないちゃう。確かにメンダコだこれ。マリちゃんめっちゃかわいい。なんかお願いしてないこれ、かわいい。マリちゃん結構あれだね、コロピーにも似てきたね、なんとなく。あ、外話してるからコロピーだと思ってる。そう、コロピーに見えた。今日のコロピー見た、ちゃんと今日のコロピーは見たよ。ビヨンズ楽しかった。いや、なんかフレフレの感想でさ、うん、あのホノピからこれ始まるじゃん。うん、そうそうそう、あの時のホノピの顔がね、なんかちょっとバカっぽくていいんだよね。君の犬や猫、あ、はいよ、あの声刺さる、めっちゃ刺すんだよ。いってよ、これワイヤーキーリング、ちょっとこれどんなのかよく分かってないんで行きたい。よいしょ、あ、行きます。山岸さんだ、山岸さん。でかくない、ワイヤー。でか、ワイヤーでかい。ワイヤーってさ、あ、なるほど。へぇ、こうやって、まあ、普通のと何ら変わりねえわ、特に。だから、こう、はい、パターン、パターンっていう、こういう式じゃなくて、そうそうそう、ワイヤーってことだね。ワイヤーであるメリットは、俺にはまだわからないけど、多分あるんだろうな。CS 細いから、いろんなところに通せるってことだ。そういうことだね。からありがたいね。なるほどね。でもこれも全部64種なんだ。あ、そう、全部。カオスだね。カオス。山岸さん出たよ。山岸さんもたちは今血まなこになって探してる山岸さんのキーリングを今僕が手に入れました。これなんでしたっけ、ドミノ倒し、ドミノ倒しみたいなやつ、ドミノ系みたいなやつだな。石田さんじゃない、石田さんです。石田さん60、はい、もしかしてこれドミノのワンピース。あ、そう、そうドミノのドミノになってるって一発目で、あの、うん、ハロメンでドミノができるよっていう。あ、そういうことね。わかんない。あ、そう。意味できた？でもドミノって書いてあったもんね。でもこれをさ、だから64個ぐらいあったらドミノできるじゃん。そう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 。倒して、ハロープロっていう風に字ができるみたいなね。ドミノ倒して。はいはいはい。そういうのができるキットのうちの一つ。なるほどね。石田さんのお宅が今血まなこになって探してる。石田さん、石田さんのお宅の人いっぱいいるからね。ラスト、スマホ型。これなんか面白いんだよ。スマホなの。その、見たらわかると思う。キーホルダーが。うん。スマホなの。誰？6364種類。そうだよ。いきます。いつもねえな。せーの。ほら、スマホ。チェルじゃん。お、チェル、チェルだ。今日、あれだ、大阪でも当たったもん、チェル。そうだね。ほら、スマホ型なの。ほんとだ。なんか、なんでスマホ型なんだろうね。わからん。そんなことはわからんけど。でも、これいいよね、と思って。スマホ型。確かに。これ、車とか散らしてたらさ。確かに。なんか彼女みたいだな。レンタカー。ありがとう。これレンタカーなんだ。じゃあね、このレンタカーだよ。あと何買ってきたんですか、コレクション以外も。お写真ですね。お写真ですか。好きな女の。ガチョロじゃん。え、ガチョロじゃん。あ、これ前もらったやつ。ガチョロさんもらったやつ。レイラの写真とかね。なんか、お前さんの写真が売ってたんですよ。めっちゃ売ってんじゃん。4月15日発売だった。大阪だけ？いや、4月15日その写真集の。チャールズの。チャールズのやつの。うん、あんまね、全部あ見せらんないですよ。変えようって話だから。そこかわいい。え、やばえ、この布団もめっちゃいいね。ピアノの笑い方日本語そう、ピアノの詰まった時の笑い方ね。ちょっとちゃんと似てるレイラ、かわいい。あ、それ大阪だろ、かわいい。
はい、ガヤキの森。え、いいんすか？大阪限定の島から。違う、俺、ちょっとお金払って。いいんすかじゃなくて、さっきお金払ってから、ね。はい、これ平井さんね。平井さん、かわいい。天使じゃん。見た目はなかった、好きで、おってな、って言ってます。ずっとリカのこと好きで、おってな、てなてな。平井様です。での東京都です。可愛いんだよな。だってね、いや関西弁ってやっぱ可愛いからね。この顔なんか狙ってるもんな。なんか狙ってる時の顔だもんな。ということでね、じゃあ今回のおまけはこうやってね、ちょっとハロショー大阪で得た戦利品をパーキングエリアで開けてみたという動画でした。またね、どこかでお会いしましょう。それでは、バイチュン。